エドワード・ムテサ2世は、ブガンダ王、初代ウガンダ大統領。西側の記者からは、フレディオーと呼ばれることもあったが、ウガンダで使われることはなかった。王として、ウガンダの最大民族、ガンダ族の指導者でもあった。当時イギリス領ウガンダの一部だったブガンダに生まれる。ブドの王立高校で学び、父ダウディクは2世の死後1939年に即位した。 その後イングランドのケンブリッジ大学、モードリンカレッジに留学し、士官養成部隊で訓練を受け、この絵的団兵注意となった。1945年から1950年にかけて、イギリス支配とブガンダ王室への批判が高まった。1950年代にはイギリスは、イギリス領東アフリカの連邦制による統合を、図り、アフリカ人は、ローデシアのように、 ケニアの白人入植者に支配されるのではと恐れた。特に、ガンダ族は、当時認められていた限定的な自治すら失うのではないかと恐れ強く反対した。ムテサ2世もこれに反対し総督のアンドリュー・後編と対立した。1953年、後編は、ガンダ族が大抗議を起こすように煽り、ムテサ2世を逃亡させた。2年後立憲王政と 王国議会の選挙制が定められるとムテッサは戻った。ムテッサの総督とのやり取りで王国での彼の人気が高まった。1962年ウガンダはミルトン・オボテを連邦首相として独立した。新憲法ではブガンダは連邦内の反日地域であった。オボテのウガンダ人民会議はブガンダ王党派カバカイエッカとの連立で政権を運営していた。 総督の地位は、A 連邦王国離脱により1963年に廃止され、儀礼的で実権のない大統領に、ムテサが就任した。1964年に、ブガンダから、ブニョロエ二つの軍を移行させる、住民投票により、アップックと KY の連立が崩れた。1966年に、オボテが、今後の金と増下の密輸で追求され、党内でも、 解人の要求に直面すると、オボテは4人の閣僚を逮捕し、2月に憲法を停止して、自身の大統領就任を宣言した。5月ブガンダ議会は、憲法停止により、連邦政府との協力義務が喪失したと宣言し、連邦政府に首都からの退去を求めた。オボテは、国軍副司令官のイディアミンに応急を襲わせ、ムテサはイギリスへ逃れた。 亡命先のイギリスで、自伝ザ・デセクレーション・オブ・マイ・キングダムを書いた。1969年、ロンドンで、急性アルコール中毒で死去した。イギリス警察は自殺とみなしたが、オボテ政権の工作員による、多量のオッカを用いた暗殺説が広く唱えられた。死の数時間前、イギリスのジャーナリストであるジョン・シンプソンがインタビューした際には、シラフで、 機嫌も良かったという。シンプソンは警察にも証言したがこの線での捜査は行われなかった。1971年、オボテ政権を打倒したアミンにより、国葬が行われたが、アミンは、ブガンダ王宮を襲った党の司令官であった。ありがとうございます。